Hey guys, setelah kita pulang dari Indonesia. Ini kita mau makan malam guys ini. Makan malam dulu bareng ini. Bareng papa juga. Ya kita mau makan dulu guys. Tashiburi desu ne. Tashiburi desu ne. Mungkin ini Shacho udah pengen nanya-nanya gimana perasaan papa waktu di Indonesia gitu ya. Tapi gak apa-apa, nanti sambil makan aja dulu ya? Iya. Nah, kita nanti sambil makan aja guys, soalnya udah lapar banget ini. Tadi habis nidurin ini ya, Mary-chan. Iya. Yang nidurin bukan aku, tapi Shacho. Oh, iya, iya. Oh, インド料理じゃない。まあ久しぶりに仲良くなりましたもんね。そうだね、うん、忙しかったもんね、パパ。忙しかった、私。どうでした？いや、楽しいんだよ。あ、ちょっと話しましょう。じゃあ、いただきます。じゃあ、まずいただきます。いただきます。いただきます。インドネシア料理は、うん、日本人のお出汁にもやっぱり合う。本当？うん、合う。本当美味しかったもん。口に合った、全部、うん、あの一番最初、やっぱりあの辛いとか、うん、これ食べれる料理あるかな、うん、なんかいろいろちょっと不安なところがあったけど、うん、でも全部やっぱり食べた分はあの美味しかった。屋台で食べたことはあんまりないやん、そあの、うん、日本でね。屋台がこうたくさん並んでて、うん、でそれが一つ一つ美味しいのよ。いろいろ試してみたんだけどね、うん、ボブライアンとか、うん、マシパダンとか、うんうん、英語とかインドネシア語通じた？私の流暢なあの英語は通じたんじゃないかな。あ、そう本当かいな。あの言葉はいらないのよ。ボディーラングエージとキボディーでボディーラングエージで、ラングエージなんて言えない。なんないや、ね、ボディーラングエージなんだよ、うんうん、だからね、言葉じゃないのよ、気持ちなのよ。結構皆さんあの笑顔でこうあの対応してくれたから。変なおじさんだったから、まあ、そ, それは分からないけど、まあ、こっちもはやっぱりハッピーになるしね、みんな親切で、うんうんうん、あの笑顔だから。変な人はいなかったもん。まだ会わなかったんじゃ。会わなかったのか。声聞いた？それは言えない。ママに実はいたんだけど。いやいたの。やばいたの。可愛らしいっていうの、向こうもこう話、あの若い子でも話しかけてくれて、うん、あのおじさんに話しかけてくれるのかなっていう、日本でないじゃん、そんな。ないない。楽しそうに話しか、あのかけてきてくれて、うん、こんなに、あの、私、人気者って。勘違いした。勘違いしたね。パパね、身長も高いし、ね、ブーじゃないしさ、結構、モテるんじゃない？まあ長く住んでたらなんかもう一度結婚しちゃうんじゃない？やばい。でも住めそうな感じ？いや、あ、また行きたいなっていう感じがする。あ、ま、住むんじゃなくて？住むのもあるよ。開放的になるっていうか、見るものがたくさんあるからこうやっぱり興味持つじゃん。だから、あ、これも知りたい、 あとこれも知りたい、これも食べたい、あと何があるのかなっていうのもあるから、また行きたいなっていう気持ちにはなった。声をかけたくなるような親しみがあるタイプで接してくれてるのよ。あーっていうような感じで、日本でいたらそんなことないじゃん。もうこれだよ、これ警察の時代。だってパパはね、うん、道で歩いてたら、うん、あーハローみたいな感じで声かけたりとか、そういう方もあるから。いや、これおばさんが講師なんだよ。え、そう？そうそう。あれ、おばさんにナンパされてるって若いことだけじゃなくて、だけだけ、なんか日本のこの優しさ文化っていうのもいいかもしれないけど、うんうんうん、今回初めて行ったインドネシアのそういう優しさ文化が衝撃的というか、心にやっぱりしてみたね。こっち飛ばさないね。喋りたいから飛んじゃうかもしれないけど、うんうん、僕の日本のファンが、うん、なんか私と写真撮りたいっていう声が出てきたんだよね、うんうんうん、あのイブイブね、うんうん、でパパはインドネシア語わかんないじゃん、何、うん、話してるか。パパもついてきて、なんか一緒に通るで、うん、そのイブイブが、あのおじいちゃんがいらないって。あ、そうだ。そういう人いた。いた。いたじゃん。私、スター気分じゃん。うん、では、まあ、一緒に乗りましょうって言ったら、あなたいらないよ。え、スターじゃん。スターじゃん。道歩いたら、
おばちゃんがこうやったりとか、若い子をバイク乗ったら、ブイブイやったら、あーっていう感じだったよ。なんかそのおばちゃん、いらない。あれはもう投げたけど、自分に、素の自分に戻ったね。え、やっぱり自分が勘違いだったのかっていう。インドネシアの人、活気ある。特にそのビックリマーケット、うん、活気の塊だね。活気の塊。圧倒されるけど、やっぱり自分もなんかそういう活気の中になんか入ってるのがすごいな。パパもなんか売ってきたの？買ってない。喋れないのなかったの？どこにないな。どこなかったの？辛さは？辛いやつとか。辛さもそんなに突拍子もない辛さってないの。あ、そう。うん、あれサンバルの食べれた？あ、ちょっとだってお香りだったもん。お腹は壊さなかったの？お腹全然壊してない。あ、そう。うん、だから合うのよ。胃薬、ね、胃薬も一応持っていたんだけど、ね、全く使ってない。あ、そう。強いね。香辛料とかもあって、こう胃にやっぱりスパイスが、ね、スパイスがあるから来るのかなって言ったら、全然そんなことなかった。あ、そう。だから、いや、合うのかな。合うんじゃないのっていう感じでさ、うん、まあもっとね、刺激のあるものがあるかもしれないけど、今回それを食べてないというわけじゃなかったから。いろいろ食べた。食べた食べた。だから、なんか一つずつ言うのをもう自分も忘れた。何で食べたか。で、朝昼夜はじゃあ、確かに確かに。その間にも食べてるし。ホテル一番最初ね、スタッフの方がなんかね、忙しくてね、ずっと私に待ってたもんね。ああ、ホテルね。なんか、うちに来ないのよ。そうなのよ。サービス悪いじゃん。うん、ホテル入った時、あの、ハローってことやったら、その受付の人はすごいにこやかで、いい感じかなと思ったら、なんかやっぱりタオルがなかった。一人分しかなかったんだ。ハンドタオルなくて、ハンドタオルなかった。あとスリッパ一人分、飲みかけの水もあって、そうだ、気持ち悪い。だから私無視されてたんじゃない？あー、楽いねー。そう、その他は一人分のものしかないね。うん、歯ブラシとかみたいな感じでね。あ、そうそうそう。でも一番良くないのが、まあ、私はインドネシア人にとっても、うん、スタッフが、うん、なんか早急に対応しないのはそれあんまりね、ちょうどね、そんなそこ待たせないね、待たせないでしょ、それは。ちょっと遅かったから私取りに行こうかなと思ったもん、下に下にお客さんで、そう、でもずっと待ってたもん、二人でパパに本当に申し訳ない、こういうホテルの印象になってしまった。だって安くないよ、それ。ああ、そのホテル安くないよ、プールもついてたね。そうそうそう、本当にその時だけ残念だったかもしれないね。ずっと私たちが待ってて、うん、私も声かけたんだけど、まあ、もうチェックインって言ってたんだけど、うん、あ、ぶんたらやって、なんか、じゃあ待つしかないじゃん。そうだったら、私もそんなにね、強くも言えないし、うん、ただ、残念だね、なんか本当に初日、こういうホテルの印象パパ見てしまったみたいな感じで ね、うん、中に入ってたら、いろいろ見てたらマイナスが出てきた。申し訳ございません、ね、まあでもね、それは旅のあれだよ、ハプニングとかいろいろ、それも含めて、うん、やっぱりインドネシアの旅が楽しかった。ライク髪染めも良かったね、すごい若くなったよね、ほんと。あれも急に行ったんだけどね、やってくれたらさ、ね、予約必要だもん、日本だったら。安かったしね、日本と比べればね。初めて行くの？いや、初めて。え、誰なの？私、美容院行くの？やったことないの。床屋とか。床屋さんなんか、染めたことがなくて、初めての経験だった。え、初めてインドネシアで。そのアメリカで、初めてがインドネシアなの。髪染めがインドネシアが初めてだった。面白いな。それ、中のいろいろ一部のこともね、楽しかったよ。楽しいことばっかりだったね。本当？うん、本当によかった。よかったね。あ、そうだそうだ。お土産、うん、探しに行ったのよ。うん、パパがちょっとだけのものを探したかったって、いろいろ、匂いとか、ボディローションとか、うん、なんかいろいろ欲しいね。食べ物より、そういう使うものの方がいいっていう。で、パパ探してたものはね、一番最初、面白かったのよ。うん、言わないで。いや、面白かったね。わからない。わからない。読めないから。これがいいねって、あ、これ、ちょうどのサイズで、これがいいよねって。うん、開けれるのやん、うん、そう、そもそも開けれるのよ、うん、で開けてみて、うん、匂いしてたのよ、うん、あ、これちょうどサイズじゃないのって見て、で私が近づいたら、あ、確かにちなんかちょうどサイズだよね、そんなに大きくないしさ、うん、私なんか昔見たなみたいな感じさ、そのものさ、うん、だから見てたら、あれこれ女性使うものじゃない、あれの時の使うものじゃないだったっけって、女性のお客さんが来るんじゃん、その毎月。だから、パパそれが匂い？匂いっていうか、洗うため。
あ、そうそう、なんかそんなものある？ある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 。そう？でパパはそれがこれが良いって感じでさ、匂いしてみたし、あげるからさ。ちょっと持ってからいいサイズなのよ。そう。あ、そう？いいサイズなのよ。レディに聞いたら、そんなもんだったの？匂いしてみたしさ。やばい。だから CCTV で見られる。あれ誰かに見られたんじゃないでしょうね。変態みたいになっちゃう。変態なんだよ。でも見てもわからない。写真っていうか、あ、ない、イラストみたいな。どうやって写真イラストつけるの？こういう感じつけるの？なんかこう女性のイラストがついてるとか。ないな、それ。だから小さすぎるから、そのイラストもあの描けないです。あ、それちっちゃいんだ。イラストあるんだけど、うん、手もわかんない。あ、一般的に多分ね、あのそもそも見たことない人にとっては手もわかんない。あ、そう。香水が何かみたいな感じに。ような感じだ。なんか置き方はね。まあ置き方、置き場所はやっぱりボディローションの一番下みたいな感じ。よく見つけたね。まあ見つけた。そっちの方が、あなた、あ、あ、あ、汚い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 、よし、終わりにしようか。パパ、喜び込まれない。やばいな。パパ、喜び込まれない。じゃあ、ヨロピコまた、ね、よろしくよ。よろしく。さよなら。